こんばんは。日本語クラスです、ライブが多分始まりました。はい、始めさせていただきます。ですね、N2 のプレテストというタイトルにしました。明日は皆さん JLPT です。本当の試験です。はい、よかったですね。やっと来ましたね。よくないって頑張ってください。いいんです。プレテストというのは本当の試験の準備ですね。はい、やってみようと思います。全部はできないんですね。でたくさんもできないんですけど、今日の見てもらうとちょっと準備になるかなとは思います。本当に。はい。で、先に私言っておきたいのが、試験の時、絶対持ってってほしいのがこれです。時計です。時計忘れないでください。特に日本の場合の人、私ちょっと日本の場合しか今知らないんですけど、日本で教室に行って時計がないことが多いそうですね。大変でしょ。時計持ってってください。何でもいいから持っていく。あまりピンピンピンって音がしないものですね。普通のノーマルな時計を持っていくのが一番いいと思います。はい。あとは鉛筆消しゴムはもちろんですね。はい。でですね、なんでプレテストをするか、大事だからなんですが、皆さん知っているかは知らないかわからないんですけど、JLPT は 100% できなくても合格します。はい、そうです。だからどこをやってポイントを取って、どこを捨ててやるか、どこを捨てるかということはとても大事です。はい。ですので、今日私とプレテストして、ちょっと私ここやっぱりあんまりできないかもとか、ここは私結構できるからいいというのをぜひ見つけてください。で、そこをできるなというところを先にするのがいいかなと私は思います。はい。ですので、それは N1、N2、N3 全部そうですね。テクニックです。はい。で、ちょっと今ここに書いたんですけど、まず N2 の人ですよね、皆さんね。 N2は聴解だけ別の時間ですよね。で、最初にもう文字語彙、文法、読解が全部同じ時間で何分ですか？105分です。105分でします。だから105分は皆さんが好きなように使うことができます。はい。何から問題をしてもいいんです。はい。で、105分みんながしなければいけないのはこれですね。実はですね、14個あります。大きく14セクションあります。もちろん文字語彙と文法、読解、この3つですが、それを分ける、細かく分けると、漢字の読み方とか漢字の書き方、語形成、文脈規定、言い換え類義、用法、文の文法1、これは文法ですね、文の文法2というの、そして文章の文法が出てきます。文章はコンテクストです。そしてそこが終わると次が読解に入りますね。読解の短い問題、読解の少し長い問題、そして読解の A さんと B さんの話、そして読解の長い話、そして読解インフォメーションですね。インフォメーションから答えを探す問題ですね。この14セクションがあります。はい。これを全部105分でしてくださいというのが JLPT N2 です。で、皆さんはどこからするか、はい、決めましたか？もう決まってますか？これ私のオンラインクラス、開いてるんですけど、そこではもう皆さんによく言ってます。どこからするか、それは大事です。テクニックです。はい。絶対上からしなければいけないじゃないです。はい。どうやって、どこで一番自分が元気な時、頭が元気な時、時間を使うか、それ決めておいた方がいいですよ。例えば一番下からする、読解からするとか、またはそうですね、
漢字はあんまりできないから文法からするとかでもいいと思います。でどれが一番いいっていうのはないです。みんなそれぞれ自分が一番強いところ、よくできるところ、弱いところ、それによって違うから自分で決める。ただ、上からしない場合、一番からしない場合はマークするときにマークするところを間違えないようにしてください。はい、時間がなくなります、間違えると。はい、でもちろんもう知ってる人多いと思うけど、答え選んだらすぐマークしましょうね。答えをこの問題の紙に書いて一番最後マークします。ダメです、全然時間ありません。そういう学生さんいるんですね、多いんですよ。テスト終わったのに今マークしてます。ダメです、もう集めます、出さなければいけないから、答え読んだらもうマークシートにマークしていってくださいね。その時番号間違えない、ね、気をつけてください。でじゃあ自分は何が強い、何が弱いか、何がよくできる、何ができない、それちょっとわからないと、テクニック、どうやってテクニック使うか決められないですから、やってみましょう、一緒にやってみましょう。上から言ってみましょうね。なので今日は語彙と、この語彙全部です、この6番までと、7番8番9番の文法します。ただごめんなさい、9番はしない、文章の文法は今日はしません。はい、で、読解も今日はしません。ですので、どうかな、どれがいいかなっていうのをね考えてみましょうね。で全部の問題、2つずつやっていきます。全部の問題2つずつだから、これとかね2つありますので、私どうかなってねチェックしてみてください。プレテストです。はい、ということで始めましょう。じゃあ漢字の読み方が一番の問題です。じゃあこれですね、はい、やってみてください。で今日はもう皆さんのチャットの答えはあんまり待たないで、どんどん答えを私が言ってしまいます。ですがチャットでどうぞ皆さん話していいですからね、メッセージくださいね。私はどこにいます、明日はどこで試験がありますとかね、はい、送ってください。じゃあこれです、読み方です。ここの読み方は何ですかというのが問題ですね。はい、やってみましょう。はい、今メッセージくださってる方ありがとうございます。すごいね、今ブラジルにいるのかな、いやそうではないよね。エレアザロさんは今日本ですか、どこですかね、どこにいるんだろう。そう、今時間がもう遅いから日本にいる人は結構寝てるかもしれないそう、日本にいる人はぜひ試験の前、明日見れば大丈夫ですよ。はい、で私も夜なのであんまり大きい声しませんので、ちょっと声聞こえないですっていう時ちょっと言ってください、皆さん。はい、じゃあいきます、答えいきます。これ、読みます。弟はぬぬぬぬみ通りの高校に進学できた、ごめんなさい、入学でした、失礼しました、入学できた、入ったですね。さあこれは何かと言ったら、答えはそうですね、チャットの人早いです、のぞみです。その通りです、答えはのぞみです。はい、のぞみ。他はですね、棒みっていうのはありません。ただこの漢字棒とも読みます。高みじゃない。恨みというのは実はもっと難しくて N1 漢字になります、恨み。はい、だからまだ覚えなくて大丈夫。じゃあのぞみというのをちょっと見せますね。皆さんこれ見えますか、見えますね、 OK。はい、望みというのはですね、この漢字は、望むとか望みとか望むと読みます。はい、ですね、あと棒の方が実は簡単なんですね。どうしてかというと、これで使ってるから、これですね、希望。そうです、希望、 N3 でも出てきますよね、希望ね。簡単な意味はホープ、ウィッシュです、希望。
何々になってほしいと願うことお願いします。例を簡単に読みます。がんを治す薬ができれば、もしがんになっても将来に向けて希望を持って生きられる。がんは何ですか？そうです、キャンサーですね。がんはキャンサー。がんを治す薬ね、がんはなると今難しいですよね。まだ死んでしまう人多いですよね。がんを治す薬がもしできたら、がんに自分がなってしまっても将来に向けてっていうんですね。将来に向かって希望、ホープを持つこと、そしてできる、そして生きられますという意味です。で、これは棒ですね、読み方ね、棒ですが、今日の問題は望みでした。望みはですね、これですね、名詞なんですね、ナウンです。名詞、意味は何々したいこと。だからまあさっきのホープと同じですね。ちょっと名詞だから使い方が違います。はい、父は私の望みを叶えてくれた。叶えますと読みます。これ叶えるは、何か望み、ホープを come true、 come true です。本当にするということですが、叶えるです。はい、ですのでこれは望み、望みです、読み方。はい、では次行きましょう。望み、はい、じゃあ2番これですね。はい、これですね。ここの読み方なんですかというのが問題です。はい、行きましょう。読みます。彼はこのレストランの料理長を何々々いる。はい、収めて、努めて、緩めるになってますね。私これ間違えてますね。緩めてですね。すいません。緩めて、今変えましょう。おっとっと、緩めて。改めてです。はい、さあどれでしょうか。料理長ですね。こちら、彼は、誰か、あの人は、レストランの料理長というのは、部長とか社長の長です。だから、偉い人、シェフ、チーフとかです。ここのレストランで料理作っている人の中の一番上の人、チームのリーダーです。はい、料理長。すごいです。すごいことですね。有名なレストランだったらすごいですよ、料理長ですと言ったら。料理長を何々している。はい、答えはですね、はい、これは、お、チャットコ、皆さん早いです、いいですね。答えは、そうです、素晴らしい、できてますね。努めてです、その通りです。努めて、はい、努めて先に行きます。努めてというのは、実はこれとっても大事です。とっても大事です。ぜひぜひ今日ね、覚えてください。ちょっと使い方がいくつかある、だから難しい、そして大事なんです。勤めるというのは、この漢字はですね、勤める、無とも読みます。無で勤めるって、これがいいですかね。ちょっと待ってください。こうしましょう。意味は、この勤めるは何かの役割、これ役割ですね、ロールです、を頼まれてする。頼まれるはやってください、お願いしますですね。頼まれてすること、はい、頼まれてするんです。頼まれてその役割とか仕事をするんです。はい、だから例えばこれ、よいしょ、ドラマの主役を務めます。主役というのは、主役、主というのは中心、主にと読みます。これね、役は役割の役ですね、ロールですね。だからドラマに出ている人の中心の人、中心の人のロールをします。だからそのドラマで一番大事な人、それをドラマで私が悪とします、これです。主役を演じますと
とかいい主役を演じるとも言うんですが、務めますとも言います。務めるはこの仕事をしてくださいねと頼まれてお願いされてするということです。はい、これとかさっきの今日の問題もそう。レストランの料理長を務めていますはレストランの料理長をやってください、あなたはとてもいい料理なんでしょう、料理のリーダーですから料理の長をやってください、お願いしますと頼まれて、あ、わかりました、じゃあ私しますとやる、これです。はい、この務めるというのは何か大変な仕事とか重い仕事をする時に務めていますと言います。だから例えばこれ会長を務めるも OK です。何かの会長っていうと大きな会社の、とても上の偉い人、一番偉い人のことです。社長さんより上の人です。会長を務めます、すごいことです。でこれはダメ、何、この店の店員を務めるはです。店員というのは簡単になることができますね、そこで働くだけだから。アルバイト、コンビニのアルバイトの店員だったらそれは頼まれないですね。やってください、アルバイトの店員やってください、あなたは絶対にいい、あなたはとても親切だから、ないですね、そういうことないですよね。そうじゃなくて、あなたはコンビニでアルバイトしていてとてもいい社員だから店長をやってください、店長やってください、そして店長します、わかりました、私しますよ、で私が言います、私は店長を務めています、これ店長を務めていますは OK、 これみたいにね、店長でコンビニの店長を務めていますは OK だけど、私はコンビニの店員を務めていますはちょっと変です、言わない、はい、そこだけ気をつけてください。何かを務めるは何か重い仕事です、大変なことをするです。でもう一個です、務めるはですね、これなんです、ここにも書いたんですけど、これも務めるです。で、これ N2 レベルです。はい、とっても大事です。はい、これ日本人も勉強します。こうやって、あ、務めるって2つある。実は他にもあるんですけど、だいたい4つぐらいあるかな、務めるってよく使う言葉で、漢字で。でも皆さんまずこの2つを覚えればいいですよ。この務める、こっちの務めるは銀行に勤めているの務めるです。意味は銀行で働いているの意味です。私銀行で働いてますの意味です。はい、だから銀行に勤めている、この感じじゃない、違います。ここは銀行で、どういう会社でとかそういう風に使います、ここね。はい、勤めるはここが何か重い仕事、重い仕事ですよね。会長とか料理長、どういうポジションをするという時で、ここはどこで働いているの意味で使います。はい、ですので、これは OK。 例えば銀行で部長を務めているだったらこれで OK です。部長さんは重い仕事です、大変な仕事です、責任がありますね。だからこれは OK、 こっちは OK です。違いが分かりました、ね、違いますよね、この漢字とこの漢字は同じじゃない、はいね、大事なんですこれ、すごく。なのでぜひぜひ覚えておいてください。じゃあ OK、 これは OK。 次他の行きましょう、他のもしておきます。納めて、実はこれもちょっと難しくて N2 レベルです、簡単に説明します。納めるはN2 レベルで、こういう漢字があります。納める、で実は納めるも他の漢字があります、これじゃないのもあるんですが、皆さんは N2 で、 N2 で必要なのはまずこれなので、これを1個覚えておきましょう。はい、これ覚えておいた方がいいです、 N2 だから。納める、これ見えますかね、ちょっと大きくしましょう、こうしましょう。はい、納めるね、これですね。で使い方はこれは成功を納める、例えば、はい、
これですね、 To achieve success です。成功というものを取る、できた、そういう意味ですね。であとはもう一つ、学費を、納める。あ、私はどうしてこの漢字が間違えている。ちょっと待ってください。こっちです、こっちです。学費を納める、これですね。これ学費を払うの意味です。払います。学費って高いですよね。特に日本は大学とか高いんですね。そうですね、6ヶ月で何十万円払わなければいけない。でそれを払いました。払わなければいけないから払った、ボーンと払った。でこれを学費を納めると言います。はい、この感じです。はい、決まった金額、決まった大きい金額を払うことを納めると言います。はい、で実はこの納めるは他にも使い方があります。ですが N2 です、皆さんは。ですからそんなにいっぱい覚えなくていいので、まずはこれを覚える。成功を収める、学費を収める、 OK です。はい、はい、次収めて、緩めてですね。緩めて実はこれは N1 レベルなので、漢字これなんですけど、漢字は覚えなくていいです。ですが N1 レベルなのに N2 に出てきたりする時ありますので、出しました。これです、これはですね、ネクタイを緩める。これはネクタイをしていて苦しい、苦しいから、これを優しくする。はあ、ああ苦しくないです。これが緩めるです。緩くすると言います、緩める。あともう一つがスピードを緩めるとも言います。これは遅くするの意味です。これ話すととてもよく使います。ちょっと運転して早い早い、スピード緩めてと言ったら、ゆっくりにしてください、遅くしてくださいの意味です。はい、そう、 OK ですか。では漢字覚えなくて大丈夫、音だけ覚えればいいです。緩めるというのね。でもう一つ、改めるは、これ難しいんですが N2 なんです。漢字はこれ、改める。はい、でよいしょ、改めるってこういう感じで、そしてちょっとですね、使い方も難しいんですね、改めるは。でなので英語の意味だとこれ revise です。はい、何かを新しくする、もう一回、簡単に言うともう一回の意味ですね。はい、ですが今ちょっと説明していると時間がなくなっちゃうというか遅くなっちゃうので、漢字ちょっと私心配なんですって人ねは、このビデオぜひ見てみてください。これ私ですね、これ私の顔が違うってね私ですよ、髪の毛のスタイルが違うだけ。このビデオの、ですね、7分くらいからこの改めるという説明してますので、使い方とか話してます。改めるすごい大事なんです。はい、だからぜひ見てみてください。このタイトルがね、少し難しい読み方って書いてありますが、そうなんです、ちょっと難しい問題10個です。これもね、読み方何でしょう、何でしょうね。はい、見てみてください。このビデオです、問題10個できます。はい、ちょっと早く早くね、回してみてもいいと思いますよ。じゃあ次行きましょう。漢字の読み方でした。今のが読み方、努めるでした。OK、次行きましょう。じゃあ次書き方行きましょうね。書き方はどうですか？これ。大きい。はい。はい、これですね、書き方ですね。催しってどうやって書くんですかというのが問題になります。はい、どうでしょうか。あと皆さん声聞こえてますか？私の声ちょっと小さいですかね。ちょっと今マイクを大きくしましたので大丈夫かな。はい、催しはどうでしょうか。みんないっぱいメッセージくれてる、ありがとうございます。ちょっと今日あんまり読めないけど、ぜひ今みたいにメッセージ送ってください。どうぞどうぞ、いいですよ、大丈夫、間違えてもいいんです、今間違えても大丈夫、大丈夫、大丈夫、いきます、じゃあ読みます。
来週の催しのために準備している。はい、何を準備してる。読めないですね、私読めないな。はい、さあ答えいきます。答えは、お、早い人がいる。答えがちゃんと早い人がいる。そして、お、ガブリエレさん、ありがとうございます。音は大丈夫です、よかったです、ありがとうございます。あの、夜なのでちょっと声をね小さくして話してます今。でいきます。ですね、答えはですね、アンドリュー・スミスさんのこの1番は D でしょうかって、多分これかな、いいでしょう、そうそうそう、いいですよ、はい、これが答えです、その通りです。もう今言っちゃいます、答えどんどん言っちゃいます。これなんだ、催しってね、難しいですね、催しは難しい、だけど ND です、だから覚えておきましょう。催しはですね、名詞です、名詞で、特に、あ、ごめんなさい、特別に行われる会のこと、簡単に言うとイベントです、イベントのことを催しと言います。はい、例えば何かの運動会、スポーツデイですね、スポーツデイとか、フリーマーケット、フリーマーケットは無料で何か自分のいらないものを皆さんにあげますと、こう公園とかで皆さんに見せて、どうぞと、いい、欲しいものありますかって、あ、私これ欲しいです、帽子、あ、私それも使わないからどうぞどうぞ持って帰ってくださいと言ったりする、それがフリーマーケット、そういう催しです。で、だけど催しというのはすごく運動会、フリーマーケットだけじゃなくて、何かのこうやっぱりイベント、何でもイベントの時に言います、催しがありますっていう風に、はい、ですね、なんかイベントで覚えればいいです。漢字がね、なんだこれはってね思いますよね、意味が分かんないですよね、この漢字ね。ちょっと大きくしますので、他はよく使うのがこれですね、この漢字はよく見たことあると思いますが、これは人が集まるの、この漢字ですね、集合も言います、集合、そう、集まるの漢字だけど、何々しっていうのはないです、ありません、そう、これはない。じゃあ次、これもよく使うんですよ、皆さんがよくよく持ってるこれ、私も今持ってるこれ、これは何ですか？そう、携帯電話、携帯電話の K です、 K、 これこれ、携帯電話の K、 これこれ、よいしょ、これですね、この漢字とこの漢字は同じです、そうそうそう、なのでこの漢字は意味は手で持つという意味です。で、もうみんな N2 レベルですから知ってると思いますが、ここのこの部分、もう一個大きくできるかな、できた、やった、これ、この漢字は意味は手です、手、人の手、手の意味です。なんで手ってね、あんまり考えないでください、そう、今は考えない、明日試験ですからね、これは手だな、それだけ覚えておくと、漢字見るときに手に関係があるものとちょっと考えられます。そう、で、携帯電話っていつも持ってるもの、手で持つものだから、この漢字使います。ね、携帯電話、大きいですね、字がね、はいはい、で、携帯電話はいいんですが、こういう何々しというのはないです、ありません、これ私が作りました。はい、じゃあこれはね、難しいです。一番今日難しい。で、これはまだ覚えなくていいです。はい。はい。まだいいです。ちょっとレベル高いです、これは。はい。ということで、催しだけね、まずは覚えましょうね。じゃあ、次いきます。2番。よいしょ。はい。これ、漢字、漢字、漢字ですね。全部漢字。どうでしょう。あ、そう、アンドリューさん、さっきの底辺です。そうです、底辺です。そうそうそう。
し、いっちゃいます。いきます。このパソコンはもう製造が中止された。中止されたんですね。何が中止された？製造というものが中止されました。さあ行きましょう。製造はどれかというと、上から行ってみましょうか。製造、じゃあ上から行ってみましょう。はい、アンドリューさんがすごい早い。2番は A ですか？むずいどうでしょう、アンドリューさんの答え、これどうでしょうか、見てみましょう。お、素晴らしい、できましたね。いいですね。あの、でも間違えても大丈夫ですからね。今はいいんです、間違えて。本当の試験の時、間違えなければ大丈夫。今覚える。はい、まずいきます。製造というのはこれです。ちょっと説明いい？はい、製造する、漢字見えますね多分。もう一個大きくしましょう。製造、これ、はい、製造、これですね。製造と読みます。意味は簡単です。作るの意味です。作る、はい、何かの商品、プロダクトとか機械、マシーンです。ちょっと大きい機械とかを作る、作るのが大変なものです。はい、機械と思っていいです。機械、さっきのパソコンって機械ですよね、これね、パソコンってね。そうだから、ここ製造を使うんですね。うん、マシーンだから。車とかでもいいですよ。車を製造する、 OKOK、ロケットを製造する、いいです。冷蔵庫を製造する、 OK です。ですので、これがレイです。わ、大きいですね。でも見えますね。 OK、車、テレビを製造する、 OK です。マシーンですから、これ。そしてこの工場で、工場、ファクトリーで、お菓子、お菓子はスナック、甘いものです、スイーツを製造している、 OK ですよ。これ使っても OK ですが、これはダメ。家で自分でデザートを製造するはダメです。はい、自分が食べるデザート、そんなにたくさん作らないですよね。自分のためだけですから。それは製造じゃなくて、作るを使います、こっちですが、よいしょ、ですが工場で作る、これですね、工場、ファクトリーでお客様に売りますから、お菓子、チョコレートをたくさん作ります。機械を使ってたくさん作ります。それは製造で OK、 はい、です。だから、なんだ、そういう違いがあるから難しいんですね。何それってね。うん、じゃあ他もチェックしましょう。はい、これ全部違いますが、でも見たことがある感じですね。これは、そうそうそう、これと同じだから、この漢字は作るの意味なんですけど、こっちが違うんですね。そう、こっちの漢字は増えるの意味ですね。 increase です。増えないです。この漢字、これとこの漢字はないです。この言葉ないです。こっち、これはですね、近いです。近い、答えに近かったですが、これはですね、中国語なんですね。中国語の場合はこれを使うそうです、製造っていうのは、うん、だけど日本語だとこっち使ってます。そう、だから中国語の人がね、みんな漢字が日本語の漢字同じと思うと間違えてしまう時あるから気をつけてください。で、これはやっぱり違う。これね、増えますの漢字使ってるし違う。で、このせいというのは、そうそう、せいというのも、あの、作るという意味もあるんですが、この製造する、いっぱい作ります、たくさん工場で作りますの時はこっち使います。はいね、ふうですね。似ているんだけど使い方が違う、うん、ね、そう、ちょっと本当にこれは日本語の難しいところの一つですね。嫌ですね。はい、じゃあ皆さん次行きましょう。語形成いきますよ。語形成は私いっぱいビデオ作りましたね。してますか？見ました？見た方がいいですよ。明日でいいですから見ましょうね、試験前ね。じゃあこれです。語形成って何かという説明後でします。はい、問題します、どうぞ。はい、答
答えはどれでしょうか。あ、ダメだ。OK。これで、はい。さっきの先ほどの製造、皆さんいいじゃないですか、できてるじゃないですか、すごいすごい。はい、じゃあ次いきます。読みます。タバコの危険ですね。危険なんとかを知ればタバコをやめられる。危険何知れば、知ったらタバコをやめられる。おお、はい。問題これですね。危険なんとか、もう、これが語形性です。語形性、言葉難しいですよね。語っていうのは言葉の意味で、形成っていうのは作るという意味だから、ですね、この問題みたいに危険という言葉と別の言葉をぶっ足してプラスして一つの言葉作ります。これが語形成です。そして N にはこの語形成が出ます。このセクションがあるんです。絶対出るんです。はい、まあ、絶対って、ね、言えないけど、もし試験変わらなければ出ます。でよく出るのがこういう漢字と、ここ漢字一つのものがどん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 出やすいんですね。はい、じゃあ行きましょう。じゃあ上から行きましょうか。ちょっと難しいみたいですねこれね。ガブリエルさんがセイと言ってる、これかな。お、ガブリエルさんこれ。あとはエレアザロさんですか。エレアザロさんは A でしょうかね。考え中ですね。そう、いいですよ、考えて。じゃあ行きましょう。じゃあ一番人気なかった、じゃあ B と C から行きましょうか。 B は人気がない。はい、 B じゃない、違います。漢字は量ですね。はい、これはかですね。かと読みますね。かは何々になるの意味です。何々か、例えば少子化、少子化といったら子供が少なくなるのかです。か、何かになるの意味です。これはで、量はどのくらいたくさんありますかですよね。量はね、じゃあ A か D かです。はい、はい、じゃあ行きましょう。 A 行きましょう。じゃあ A かもしれない、どうですか。これ読み方は、読み方もしっかり覚えておいてください。これ大事です。 N2 で大事。律でも違います。はい、これは律は意味はパーセント、パーセンテージです。何パーセントですかとか、そうですね、パッシビリティ、可能性、そう なるかな。あ、ちょっと説明あるね。パーセベティ、アベレージじゃないしな。そう、何パーセントですね。何パーセントです、これはね。パーセンテージです、こっちは。率はで、答えこれです。危険性、はい、性です。これはとっても大事です。これちょっとうんとしてしまった人、ちょっと私心配です。これは 100% 覚えていってください。もう日本人がよーく使うものはよーくテストに出ますからね。危険性です。危険性が高いとか危険性が低いと言います。これ意味は危険だからリスクですね。リスキー、リスキーかどうか、リスクがあるかどうか、その危険の可能性です。可能性、パーシビリティです。パーシビリティが高いか低いかです。私は何と書いた、先にこっち行っておきましょう。これ問題見ると、タバコの、そのタバコがどのくらい、どういう危険があるか、危険の、まあそうですね、危険のパーセベティ、まあ、種類とか、どういう危険なことがあるかという意味です。まあ、考え方はちょっと私の説明も今悪いですが、危険といったらもうここはでも性しか入らないんですね。そう、
なのでごめんなさいね、今日はちょっとそれで覚えてください。危険性、危険なこと、どういう危険なことがあるかとか、そういうことです。可能性とも言います。やっぱりパスビリティです。パスビリティ、それを知ったら危険なんです。タバコってとっても危険なんです。吸ってるとどんどん体悪くなりますよ。それを知ったらあなたはタバコをやめられますとか、自分はタバコをやめられるんです、これです。そう、でも私危険性よく知らないからタバコ吸ってます。吸うと気持ちがいいんです、リラックスしますとかね。そう、でも知ったらやめられますよ、そういうことです。タバコはね、いいことがないですよね、体に悪いですよね。で、今みたいな何々性、皆さんちょっと迷ってしまいましたけどね、結局ね、こういうの、漢字のこれ、これは本当に大事なので、という人、そしてまだ見てない人、これ見てください後で。はい、この1番が五形成のビデオは 1,2,3,4 あるんですけど、今日の漢字一つのは1番でしてますので、1まず見てみてください。でまだ心配と思ったら他の 2,3,4 もね、早く早く見ればいいと思います。はい、 OK、 次いきましょう。はい、次、危険性で五形成2番。五形成2番はちょっと難しい。問題をよく読んでください。はい、はい、じゃあ行きますよ、読みます。家を出るのが遅くなってしまったが、走っていけば友達にななななだろう。何だろう、おいなんとか。はい、これも五形成です。五形成、おいという、追いますっていう動詞があります。追いますというバーブと何かのバーブが、こんにちは、よろしくお願いします、一つになって新しいバーブを作ります。はい、それが五形成です。さっきの危険性、危険性、さっきの問題は名詞になりますですね、言葉と言葉で名詞になりますでした。今度は動詞、動詞を作ります。これも五形成。はい、じゃあ行きましょう。これ追い上がる、追いかける、追いつく、追い越す。はい、どれでしょうか。はい、じゃあ行きましょう。友達に、はい、答えはですね、お、皆さん考えていますね、いいですね。答え先言ってしまいますね、これちょっと難しいから。答えはこれですね。はい、追いつく、追いつく、はい、追いつくってなんだってね。はい、説明がこれです。よいしょ、はい、これです。追いつく、漢字がこれです。追い、この漢字も覚えておいた方がいいです。これはもう N3 でも出てくるので、はい、もう知っておいた方がいい。でつくはね、漢字だとこれなんですね。つく、友達に追いつくでしたよね。何かというと、これよいしょ、これです。この人、これ私はとかあなたはとか山田さんはと書いてないですが、これは私はの意味です。私は、ここは私はが書いてある。本当は私は自分の家を出るのが遅くなってしまいました。家出るのが遅かった、何か準備が時間かかった、多分ね、遅くなってしまったが、でも走っていけば、誰が走っていく、私です。私が走っていったら、友達が歩いてるんです。今友達に私が待って追いつく、追いつくと思う、
その意味です。難しいですよね。ちょっとこういう私はとかあなたは山田さんが書いてないとき気をつけてください。日本語は書いていないことが多いです。レベルが上がるとどんどん書いてません。例えば N3 だと分かりやすいんだけど、 N2 だと誰が何をするかよく分からないことが多くなってきます。はい、ですのでしっかりね気をつけて、何誰がね、誰がアクションしてますかよく見てください。でなので私家出るの遅かったけど、私が走って行ったら、いや友達がもう先に歩いて、多分友達がどこか学校とか行ってるんですね。で私遅刻したんですよ、起きたの遅かったと。で待って待ってって行けば、ああよかった、じゃあ一緒に行こうと、一緒に行ける、これです。だから友達に追いつくは友達の友達のところに行くの意味です。前に友達がいてそこまでつく、そこまで行けるの意味。はい、で他、まずこれは OK ですよね。追いつく、誰か先に歩いてる人にそこまで一緒のとこまで行く、追いつく。で、これ追い越す、これは何か、これはというと私書いたかな、あ書いてない、これわかんないって人はやっぱりこれは3番を見るはいはい、3番を見る、このビデオを見るのがいいです。追い越すは簡単に言うと、よいしょ、追い越すはですね、ちょっと待ってくださいね。追い越すは友達が歩いていたら待って私行きますよね。そしたら私が先に行く、私は遅かったんですけど待って、あーいいよ一緒に行こう、いやごめん私先に行く、これが言ってしまうことが追い越すです。前の人より先に行ってしまいます、これが追い越すです。はい、だから車の運転とかね、で前の車がゆっくり走ってますから追い越します。ブーンです、これです。例えばで、あとは追いかけるは何か、これも違うけど、追いかけるも、追いかけるは意味はとても簡単、前に歩いてる人のところ待って待ってと行くだけ、まだ着きません、ここに行かないです、着かない、同じレベルじゃないです。待って待ってと歩いている、走っている、これが追いかけるです。この人追いかけています。はい、で追い上がる、これはありません、これは作りました、私が作りました、ない。はい、だから追いかける、追いつく、追い越す、これはあります。そしてちょっと難しい、そして他にもこういう動詞プラス動詞の語形成があります。これ見ましょう、3番でそれは教えました。はい、じゃあ次、よいしょ、今のは私の YouTube チャンネルの、語彙のリストの中に入ってます。はい、次文脈規定いきましょう。皆さんちょっと疲れましたよね、もうちょっと皆さん頑張ってくださいまだ語彙ですからね、文法までありますからね。文脈規定はあれですね、話を読んでここに入る一番いい言葉を探すですね。はい、やってみてください、これです。なんだこれってね、はいどうぞ、大きな、はい読みます。夫は病気になってから酒とタバコをなななな、やめた。はい、いきます。さっぱり、きっぱり、きっちり、ばったり。はい、答えはどれかというと、答えはトン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 、きっぱりです。はい、きっぱりが答えです。きっぱり、きっぱり、初めて聞いたという人、ぜひ今日
覚えていってください。私いっぱい例を書きました。きっぱりはですね、面白いですね。きっぱりの例は面白い。ちょっと待ってください。どうしたらいいかな。上からいきましょうか。こうしましょう。はい、きっぱり、これですね。きっぱり何々するバーブです。は意味は強くバーブする、何かを強くする。よし、イメージこれです。はい、いきます。病気になったので、私は病気になってしまった。だからお酒とタバコはもうやめた、飲まない。できっぱりやめたっていうのは、今私ちょっと変でしたね。やめただけじゃなくて、もう本当に飲まない。今まで毎日毎日飲んでたけど、飲んでたし、お酒飲んでたし、タバコも大好き吸ってたけど、もう本当に病気だ、悪い病気になってしまったから、もう全然吸いません、全然お酒飲みません。これです。きっぱりやめました。これです。もう考えません。お酒のこと、タバコのこと考えません、飲みません。これがパッ、きっぱり。だから強いですね。強くプリッ、強くやめる。もう一つ、はい、N2 は難しいから合格はきっぱり諦めた。もう勉強しない。ダメです。諦めないでください。諦めますはギブアップです。ギブアップ、もうダメだ、もう知らない、テストは終わった、もう私の人生は終わった、もうダメだ、日本語さようなら、やめます、韓国語勉強しますとか韓国語いいですけどね、勉強するのは全然いいんですけど、そう、せっかく N2 まで勉強してますから、まだ諦めない、 Never give up です。大丈夫、 N2 は難しいですから、合格 Past exam はもうダメだ、諦めます、諦めます、わっ、ね、強く諦める、これです。はい、もう勉強しない、その意味ですね。皆さんきっぱり諦めないでください。ダメですよ、まだ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 、大丈夫大丈夫。はい、次、友達にお金を貸して、困ってるの、お金貸して、1万円でいいから貸して、すぐ返すからと言われたが、言われたんです。きっぱり断った、断った、ほい、 refuse ですよ、断りますね、きっぱり断る。はい、ダメ、お金貸さないよ、ダメだ、1万円ダメだ、5000円でもダメダメダメ、貸さない、貸さないよ、貸す、友達に貸す、それはしないよ、ね、これです。はい、でした、きっぱり。皆さん好きな言い方で覚えてくださいね。タバコきっぱりやめたが一番いいかもしれないですけどね。これはね、悪い意味だからね。そう、はい、強く何かするの意味です。はい、じゃあ他は何というのは、さっぱりじゃない。はい、さっぱり、ちょっとよく見ると皆さん、たったった小さい図、小さい図だし、パーパーとか全部リー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 なんですね。そうなんです。 N2 ですね、 N2 テストはですね、このうっぱりというのが大好きです。なんつうっぱり、大好き大好きです、よく出ます。だから問題にしました。はい、さっぱりはですね、簡単ですよ。フランス語はさっぱりわからない、全然わからない、一つもわかんない、この意味です。さっぱりわからない、これです。はい、全然の意味です。はい、次、きっちり、きっちりじゃない、きっちり、実はちょっと難しい、きっちりちょっとだけ説明します。きっちりはですね、きっちり何々する、バーブする、2つ意味があって、2つあるから難しいんですが、もしできたらでいいです、覚えるの。これいきます。きっちり仕事をするという使い方、これはちゃんととかきちんとの意味です、このきっちり。もう一つは、待ち合わせ場所にきっちり3時に着いた、どこかで会う場所に私は3時にぴったりその時間に着きましたの意味です。はい、ぴったりと言ったり、きっかりと言ったりもします。きっかり、かり、はい、そう。なのでちょっと意味が1番と2番は違いますよね。でもどちらもきっちりです。はい。
じゃああとはバッタリですね。最後バッタリ、バッタリ、バッタリはこれ、駅で先生にバッタリ会う、駅で先生にバッタリ会う、何でしょう。バッタリは約束してません。先生と駅で一時に会いましょう、先生と会いましょうじゃない。ちょっと駅ふんふんふん、電車乗るからふんふん行ったら、お先生、高校の時の先生と、先生、これです。偶然会います、たまたま会います、これがバッタリ会うです。はい、変な日本語ですよね、バッタリってね、何ですかね。でも使います、だからテストに出ます。はい、このように皆さん今のなったりとかね、だったりだったり、りりり、最後にりがつく言葉とか、JLPT 大好きですから、わかんない、なんか何だという人はぜひ私のビデオ前作ったので見てみてください。似た言葉全部で16個もあるんですよ。なんとかりって実はもっとあるんですよ。そうだけど大事なもの、 N2 で大事なものを私集めてビデオ作りました。16個勉強してみてください。他にはじっくり、こっそり、すっきり、まだまだあります。何ですか、使い方何ですか。そう、分かるとテストの時使えると思います。あとこれは読解でも出てくるし、聴解、耳、リスニングの試験の時もこういう言葉は話す時にもよく使うので、知っているとすごくいいです。ぜひぜひ見てみてください。これも語彙のリストのとこに入ってます。 N2 語彙のリスト、私のチャンネル見てください。はい、次いきます。はい、頑張ってください。文脈規定はこれでした。はい、じゃあこれはどうですか。はい、じゃあ読みますね。漢字、これはセーフですね。セーフは今禁煙の77をしている。マスター、マスコミ、ベテラン、キャンペーン。はい、いきましょう。答えはですね、これは、先にこっち言いましょうか。政府はガバメントですね。禁煙はそうです、タバコを吸わないでください。それです。皆さん、日本の皆さん、タバコは体に悪いですよ。だからタバコ吸わない方がいいです。そしてレストランの中で吸うこと、今全部のレストランでできないようにします。日本は例えばです。これが政府が今、ガバメントが今やっていることです。禁煙の何とかをしてます。はい、いきます。禁煙の何かというと、答えはキャンペーンです。キャンペーンが答えです。禁煙のキャンペーンをしている、英語のこれです、キャンペーン。はい、で、日本人が使っているキャンペーンはこの意味じゃない時もあるんですね。これはもう英語のキャンペーンの使い方と同じです。政府とかこういうガーバメントとか国が何かをみんなにすることがキャンペーンですが、あとは日本でよく使うキャンペーンは今キャンペーン中で、この商品は 50% で買えます、安いです、今キャンペーンをしています、そういうのあります。はい、ある時間、ある、そうね、ある2週間だけ安く買えます。その時間のことをキャンペーンをしていますと言ったりします。はい、セールをしています。それと似てますね。はい、そういう意味のキャンペーンもあります。はい、ですが今回のこの問題は英語のキャンペーンの使い方と同じ、これと同じ。で、あとマスター、
違います。マスターじゃない。マスコミ違います。マスコミはマスコミュニケーション。はい、ベテラン、とっても大事。この方がな、ベテランって何ってね、ベテランって、ベテランじゃないです。ベテランは、会社で仕事をよく知っている人のことです。長くその会社に働いている。マスターは何かがもうよくできている人、はい、です。で、何これってね、特にこの辺ですね。ベテランとか、これ日本人が使っているカタカナの言葉です。英語とちょっと違うかもとか、なんか発音も違うと、そういうのが出るんですね。大好きです、 N にはそういうカタカナの言葉ですから、もし心配な人は、このビデオを見てください。 JLPT N2 のカタカナの語彙です。私の YouTube です、これね。私の写真ないですね。このコーヒーがありますよね。ちょっともうコーヒーにしました、この時ね。これ私の YouTube、 カタカナの言葉12個私集めて作ってあります。難しいカタカナです。難しいというのが、英語のカタカナと日本語のカタカナの意味が違う、またはフランス語の言葉を日本語で使っているとか、ドイツ語の言葉を日本語で使っているとかあります。はい、ロシア語を日本語あります。そういうのがここでチェックできます。このビデオ見てみてください。はい、次いきます。ということで、これが文脈規定でした。はい、文脈規定どうですか、皆さんできそうですか。文脈規定ね、ぜひ捨てないでほしい問題です。これ大事です。言い換える意義いきましょう。言い換える意義ってなんだと。言い換える意義の問題はこれです。はい、これです。ここに問題書いてあって、大げさ、大げさという言葉は他の言葉で何ですか。それが言い換え類義です。言い換え類義です。これ他の言葉で言ったら何ですか。さあ言ってみましょう。言い換え類義です。またカタカナだね。そうなんです、ここもカタカナが出てくることありますよ。はい、いきます。彼はいつも大げさな話をする。大げさ、はい、ジョーク、オーバー、ショック、ユーモア、はい、どうでしょうか。大げさな、大げさ、大げさ、大げさだよと言ったらもう答えはもうこれだけですね。これです、オーバーです。オーバーです、オーバーが答えです。お、アンドリューさんできましたね。オーバーでしょうか。うん、そうです、そうです、オーバーです。英語のオーバーですね。日本語のオーバーはですね、でもこれは英語とちょっとまた違うのに日本人使っているという一つです。あの人、彼、山田くんにしましょう。山田くんはいつもオーバーに話す、オーバーな話をすると言います。それは山田くんが話してですね、ねえねえちょっと、ね、何がいいかあ、ちょっと待って、今思いつかない、オーバーな話。そうか、本当のことよりとても話を大きくする、そのイメージです、オーバーって。だからあれにしましょう、大げさな話をする。はい、例えば山田くんがねえねえ知ってる、山田くんですね、ねえねえ知ってる、あそこに新しいラーメン屋さんができた、ラーメン屋さんができた、すごく人気なんだよ、いつもね、まだできて1週間しか経ってないのに、経ってないのにというか、もうお客さんがいつも30人40人いて、並んで入るのに4時間かかるんだよ。4時間もかかるってね、本当にってね、そんなにかからないんじゃない、4時間もって、ね、いやいや4時間かかるんだよってね。でも40人30人だったら、たまに2時間とかそのくらいじゃないってね。山田くん、話が大きいよ、話が大きいよ、ね、これです。大げさ、話が大きい、オーバーですと言います、ね、うん、そう、
とか、まあ、あとは例えば怪我をした時ね、痛い、ね、あれにしましょう、あと自分が怪我をした時に痛い、ね、本当はちょっとしか痛くないんですね、ちょっとしか痛くないんですけど、とても大きい声で痛い痛い、もうこの手多分もうダメだ、骨が折れた、病院にすぐに行かないと私ダメだと思う、今ちょっとだけちょっとだけ当たっただけでしょ、なんでそんなにオーバーなの、ね、なんでそんなに大きくするんですかって、そういう意味です、オーバー、はい、大げさ、どうしてそんなに大げさにするんですか、これです、面白いですよね、オーバーね、そうで、他は違いますね、ジョーク、ジョークは英語のジョークですね、ジョークは日本語で、日本語で何ですか、これはもう大事、冗談ですね、冗談を言います、これですね、でショック、ショック分かりやすいですね、英語のショックですね、ショック悲しいくって、ね、これですね、はい、あの人私好きだったのに結婚してたんですか、ショック、これですね、ショック、これです、はい、とかユーモア、ユーモア、ユーモアは英語と同じですが発音が全然違う、日本人だとユーモア、ユーモアと言います、面白いってことですね、はい、このように全部カタカナ、カタカナの時があります、ですのでやっぱりカタカナ語、今みたいなオーバーとかショックとか、この中で、また勉強できますので、ぜひぜひ見てみてください、このビデオですね、カタカナ語大事、はい、よいしょ、次、あ、今のカタカナ語も N2 語彙のリストに入ってます、私の YouTube チャンネルです、よいしょ、はい、次どうでしょうか、これですね、乏しい、乏しいの意味はどれですか、です、はい、皆さん頑張ってますね、本当にね、今チャット読んでますよ、あ、なるほど、あ、なるほど、オーバーはエクストラという表現と似ているんだ、そうなんですね、ありがとうございます、いや皆さんいいですよ、ありがとうございますね、優しいメッセージありがとうございます、アンドリューさんも、ね、読んでいます、いえいえ、ね、みんなたくさん間違えてください、今間違えていい、今はいい、読みますよ、問題、パソコンの知識、知識ですね、これね、知識、よいしょ、知識は何か、分かんなくても答え出してくださいね、知識が乏しいので今勉強中だ、はあ、はい、知りたい、全くない、十分ではない、よくわからない、どれ、はい、行きましょう、乏しい、知識が乏しいので今勉強中だ、乏しいはなかなか難しい言い方だけど話すときも書くときも使います、これです、十分ではないです、これが答えです、はい、これですね、十分ではないという言い方もちょっと難しい、十分はこれ10分じゃないですよ、10分じゃなくて読むとき十分です、こういうふうに十分ではないと書いてあったら、これ名詞の意味と考えて読み方は10分じゃなくて十分になります、十分、あ、でも10分 10 minutes も名詞ですね、そっか、この時はね十分ではないとこうネガティブフォーム書いてあったら読み方は10です、でも 10 minutes だったら10分、小さいつです、問題は十分ではないだから、十分ではない、 not enough、 enough です、十分というのは enough の意味です、 enough、 十分ではないだから not enough なんです、パソコンの知識、知識は knowledge、 knowledge です、パソコンについて知っていることが少ないんです、十分じゃないんです、 not enough です、だから今勉強してますです、
他は乏しいじゃないです。あ、そう、十分ではないは乏しいの意味ですね。知りたいじゃない、全くない、全くないというのは全然ないの意味です。ゼロの意味です。これじゃない、違います。よくわからないじゃないです、違います。この問題で大切なことは、乏しいは何かですね。乏しいはこれです。十分ではないの意味です。 Not enough、 乏しいです。で、乏しいはよく使うのが、知識が乏しい、よく言います。何かの知識が乏しい、はい、例えば英語の知識が乏しい、言いますよ。英語よくわかんないですね、そういう時。皆さんは今もう N2 レベルだから、日本語の知識が乏しいとは言わない方がいいと思います。できてます、大丈夫大丈夫。乏しいは本当に N5 とか N4 とかのレベルだったら、まあ乏しいと言ってもいいと思いますが、 N2 試験する人はもうレベル結構高いですから、乏しくないですよ。はい、次いきますよ。じゃあ今のが言い換え類義でした。似ている言葉ですね。はい、言い換え類義ね、なかなかね面白いですよね。で、用法は言葉が書いてあって、使い方、例えばざっとという言葉どうやって使いますか。1、本をざっと読んだ。2、朝ざっと起きた。3、料理をざっと作った。4、シャワーにざっと入った。どれですか、とか、これです。使い方、今ざっと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 ありましたよね。これが用法です。で、これはですね、実は私は YouTube でいっぱい作ってます。もういっぱいあるので、もう自分で見ましょうビデオ見てください。今日はやらない、もう長くなると思ったのでやれました今日はね。これは、例えばこれなんと読む、これ使い方なんでしょう。これ生意気と読みます。生意気、まず漢字が読めないとね、もうお話にならないですよね。生意気、なんだ生意気ってね、使い方なんだ、 N2 です。そう、これも語彙。あ、そう、ちなみにこっち生意気も5問くらい問題があります、見られます。使い方の用法が見られます。で、これ語彙、あ、ごめんなさい、こっちも使い方、漢字難しいですよね、これね。でもね、これ N2 の漢字なんですね。そしてこれは漢字じゃなくて、使い方でテスト出たら大丈夫ですか、できますか、というので私作りました。これは粗末と使います。粗末ってなんだ、ね、はい、問題ぜひ見てみましょう。粗末の使い方、はい、このビデオ問題5個できますのでね、使い方です、使い方、はい、見てみてください。使い方結構ね、はい、じゃあ今がここまでが用法でした。はい、用法、はい、じゃあ次からは文法いきましょう。皆さんあとちょっと頑張りましょう。ですね、文法はですね、先言っとくと、あと2つのセクションやったら今日はプレテストはおしまいだから、あとちょっと頑張ってください。文法いきます。文法も、さ、1番はこういう問題が出ますよ。似ている文法、これどの文法入れればいいですかがよく出ます。セクション1はこれ、はい、考えましょう。今チャットを見ています。そうそう、いいですね皆さんね。うん、ガブリエルさん、そうです、知識はあるけれど足りないということですね、さっきのね、問題、そうです。はい、読みます、いきます。国際社会なんとかなんとか、日本の役割は今後変わるかもしれない。2あたり、2た
対するです。これ対するにおけるをめぐる、はい、はい、じゃあ行きましょう。答えどんどんいっちゃいます。答えはですね、におけるです。における、はい、できていた人もいましたね、今チャットでね。そうそうそう、だけどこれ簡単ではないから、間違えていたりわからなくても今は大丈夫です。はい、今覚えてください。いきます。におけるは、使うとき名詞における名詞、これ問題見てみましょう。名詞における名詞、ここがにおけるですね。国際社会、これ名詞ですね。インターナショナルな、グローバルな世界、名詞。日本の役割、ここで名詞です。ナウンフレーズです。ナウンフレーズ、名詞の部分ですね。だからここ名詞、名詞でここに入ります。における、はい。におけるっていうのはなんだ、意味簡単です。何々でのの意味です。そこでの、場所のの意味です。他の言い方だと名詞においてと言ってもいいです。よくみんなが本で勉強してるのはにおいての方です。こっちはちょっとだけ書いてあります、本にちょろってでも意味ほとんど同じです。同じというか使い方はほとんど同じ。意味は国際社会での。問題読みますよ。国際社会における、今日の問題これです、における日本の役割は今後変わるかもしれない。はい、意味は国際社会、グローバル社会、グローバル、何でしょう、まあ、世界全体のということですね。世界全体での、でのです。これにおけるはでの、世界全体で考えた時、その世界での日本の仕事、役割、ロールですね。何をすればいいか、仕事です。日本はどういうことをすればいいか、世界のために、それはこの後は変わるかもしれないです。そういうことです。はい、例えば、まあ日本がもっと環境にいい車を作った方がいいとかね、いろいろ言われていますよね。そう、まあ、いろんなことです。そういうことで、じゃあ他はよいしょ、他はに当たるに、 に当たりからいきましょう。に当たりってなんだとね、これは違います。でちょっとここはもう説明しません。に当たりはちょっと自分でもし分かんない人は確認しましょう。でに対するはこれも違う、に対する、それについてのとか、そういう意味です。をめぐる、これも違う、これも違う、はい、ごめんなさい、今日はちょっとこれはもう説明しない。だから心配な人ぜひ調べてみてくださいね。だいたいこれ同じページ、本の同じページに書いてあったりしますよ。ね。そう。じゃあ次いきます。もう一個。こっち。はい。こっちはどうでしょうか。頑張ってください。今メッセージを言いました。どうぞ寝てください。寝た方がいいです。そうですそうです。エレアザロさん、いいですよ。明日見てください。続き、おやすみなさい。はい、じゃあ読みます。土曜日の夜とは言う。店にはそれほど客がいなかった。ものか、ものだから、ものの、ものなら、全部もの、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 そう、日本語ってものって多いんですね。N3 文法でもものってありましたよね。何々ものだとか、はい、いっぱいあります。そして意味がね、多い。何々ものだも意味が多いですよ。はい、土曜日の夜とは言う、はい、答えいきましょう。皆さんちょっと考え中ですね。土曜日の夜とは言うもののです、答え。土曜日の夜とは言うものの、
店にはそれほど客がいなかった。どうですか皆さん、えっと思う？大丈夫ですよ、今行きますよ。説明します。名詞です。 N は名詞、ナウン、ナウンとはいうもののだと、意味はナウンだけどでもの意味です。簡単、これだけ、はい、こんな話なるなるとは言うものの、ラララ長いですが、意味はだけどでもの意味です。これだけ、はい、いきます。レイ、秋、オータムですね。オータム、秋とは言うもののまだ暑い、はい、これ日本のことです。秋になりましたね、例えば9月とか10月、10月はもう秋ですよね。秋なのに暑い日があります。はい、今日本当に秋ですか？なんか短い服でも大丈夫、コート絶対いらない、これとか暑い、ありますあります。そういう時、秋とは言うもののまだ暑いな、これです。だから秋だから寒いと思ったら、いいえ暑いです思ったのと反対ですという時です。だから問題もそうでしたよね。土曜日の夜、土曜日の夜はもう次の日日曜日ですから、たくさんの人が休みです。だから店は混んでいる、お客さんたくさんいると思うんですが、いいえ土曜日の夜だけどとは言うものの、土曜日の夜だからたくさんいると思った、でも店にはそれほど、それほどはあまりの意味です。あまり客がいなかった、少ない、その意味です。それほどというのはあまり、そして自分が思ったよりも少ないの意味です。それほど使うときは、それほど何々ないと一緒に使います。それほど何々ない、はい、そういう意味ですね。だからもののなんですが、他、そうだから、とは言うもののね、とは言うものの、これで一個です。何々とは言うものので覚えましょう、はい。他ですね、いきましょう。あとは物か、物か、物かじゃない、物かはですね、物かは実はちょっといろんな言い方が、言い方とか違う文法もあるんですが、ちょっと一つ紹介します。物かの使い方、あんなやつ二度と話すものか、嫌い、わかりましたね、多分ちょっとねあんなやつ、やつというのは人のことです。あの人、あの人より汚い言い方がやつです、はい。 N2 だともうこういうやつとか聴解でも出てきます、リスニングでも出てきますね。あんなやつって言ったらもうほんと汚い言い方で、話すとき使う言い方です、はい。あんなやつ二度と話すものか、もう絶対話さない、話したくない、何か嫌なことがあったんですね、あの人すごいなんか嫌な人、もう本当本当に嫌だ、もう絶対話さない、もう絶対、もう目があっても絶対もう見ないし、もう絶対話さない、もう困ってても絶対助けない、こういう意味です、はい。話すものか、すごく強いですね。嫌だの言い方、絶対に何々しないの意味です。だから他でも使えます、ここ辞書形で、例えばダイエットしてますだったら、ダイエット中、ケーキは、ケーキを食べるものか、食べるものか、食べるものかだったら、絶対に食べないのことです。食べない、強い気持ち、しない、はいです。で、ものかは実はこの絶対に何々しないじゃない別の意味の文法もありますから、もし心配な人は自分でも調べてみてください。 N2 のものかありますよ、もうちょっとあります、はい。じゃあ次ね、ものだから、ものだからは違う、あ、ちょっともういっぱい、ものだからですね、実はとても簡単で、何々なのでですからとか、何々なのでの意味です。何々ものだから
のでです。これだけ。次、ものなら、ものなら、違う、ものなら、これ、この文法ちょっと面白いです。ものならいきます。買えるものなら今すぐこの時計を買いたい、欲しい、でも買えない、買えないが、買えないですが、もし買えたら今すぐ買いたい、この意味です。買えるものなら、これだから、この時計は安いですか、高いですか。高いんですね、多分高い、はい、すごく高い。世界にはとっても高い時計がありますよね。何百万円、何千万円ありますよね。そういう時計好きなんですね。時計欲しい、あの時計が欲しい。例えばこうお店でね、見て、いいな、ここにガラスですね、いいな、欲しい、綺麗、素敵、4000万円、本当にすごい素敵、おーってね、買えるものなら今すぐこの時計を買いたい、いいな、これですね。4000万円の時計なんてね、ありますかね。すごいですね、本当にね。400万円かな、うん、買えないんです。でももし買えたらすぐ買いたいです、時計が好きだから。はい、これは例です。私はいらない、私は時間があればいいです。はい、皆さん明日の試験100円の時計でいいですから持って行ってください。本当に教室に時計ないこと日本の場合は多いそうです。学生さんよく言ってます、先生時計がありませんでしたひどいですよね。でも持ってってくださいね、自分で。はい、じゃあこれで今2番。あ、いや、もうちょっと皆さん文法問題あとちょっと、今のが 1,2,3,4 選ぶで最後いきますよ。ここね、これは順番ですね。まあ疲れますね、これね。もう皆さん疲れたでしょ。でもこれプレテストですからね、明日はこの問題がもっとたくさん出ますよ。だから一番よくできるところからやるといいと思います。そうそう、元気な時しても全然わかんない問題はいつやってもわかんないですから、できる問題、元気な時に絶対ポイント取る。そうで、捨てる問題は捨てる、もうダメだ、わかんない、それで。はい、じゃあこれ皆さんどうぞここに入れてください。これを入れてください。順番にします。はい、はい、じゃあいきます。これ読みます。いくら人から聞いても実際に自分がその国に国かわからないものだ。 A ことには、 B どういう、 C 生活してみない、 D 住んで。はい、よいしょ、もうちょっと大きく、あ、ダメですね。はい、こうします、いきます。じゃあいきます。最初はですね、実際に自分がその国に、これだったと思います。はい、よかった、私も間違えたらどうしようと思います。住んでどれだろう、住んでそう考え中、皆さん住んで、これです。あ、よかった、あ、よかった、私できました。住んで生活してみない、さあどっち、ことにはですね、ことにはどういう国かわからないものだ。はい、さあどうでしょう、ちょっと難しいですねこれね。はい、答えを見ましょう。これです。ちっちゃいかな、こうしましょうか。はい、よいしょ、はい、いきましょう。いくら人から聞いても、このいくらというの、いくらは何円ですか、
How much ですか？じゃないですね、これは。そのパンは100円ですか？いくらですかの、いくらじゃないです。これはたくさんの意味です。これいくら何々してもってよく使います。いくらというのは人から聞いても、ここはわかりますね。人から聞いても、どのくらい聞いた？10回聞いた、20回聞いた、100回聞いた、そういう意味です。いくら聞いても、それはたくさん聞いたの意味です。はい、だからこれいくらは、例えばいくら勉強しても、いくら勉強しても漢字が覚えられない。例えばこれです。もう10回20回30回この漢字書いてますが全然覚えられない。もう次の日すずっちゃい、もう忘れてる。これいくらです。はい、とかいくら運動してもダイエットがうまくいきません。これです。たくさん運動してるんです。これこれ、うん、はい、これです。だからいくら人から聞いても、たくさん人から聞いた場合も、聞いても実際に本当に自分がその国に、どこかの国に自分が住んで生活してみないことには、ここです、文法、してみないことにはどういう国か、その国が、国はこれです、その国がどんな国ですか、それはわからないですよね、という意味です。これ、どういう国かわからないものだ、ここものだ出てきましたね。わからない、よくある皆さん知っている通りわからないですよね、そんな意味です。文法これね、はい、だけどこれ N3 レベルですね、ここはね。じゃあちょっと文法いきます。ここ見てみないことにはだったと思います。これ文法ね、そうそうそう、ないことにはですね、 N2 文法です。 V1 ないことには V2 ないっていうのです。これが文法。はい、例、多分これでわかります。納豆が好きかどうかは食べてみないことにはわからない。納豆、有名な納豆です。日本人が大好きな納豆です。豆のね、こうやってね、ご飯の上に乗せて食べます。あれ、臭いです。はい、匂いが、はい、ですけど、みんなね臭いと言いますが、まだ食べたことないですか？わからないですよ。あなた好きかもしれないですよ。好きになるかもしれないですよ。食べなければわからないですよ。これ、これです。納豆が好きかどうかは、好きかどうか、ここね、大丈夫ですね。好きですか嫌いですかですよね。好きですか嫌いですかは、あなたが食べてみる。Try to eat ですね。食べてみないことには、食べないとわからない。ない、ここです。ない形です。ないフォームですね。そう。だから、ちょっと待ってください。食べて、あ、ここ気をつけてください。食べて、だから、ここ手フォームですね。食べてみない。ない、ま、ない形です、ここ。何々 V、動詞一つ、食べてとか、食べてみるなんですね。ここは本当はね、動詞。食べてみる。てみる。Try to eat. ないことには何々ない、わからない。だからこっちも生活してみないことにはわからない。ここにないあります。ないということ、そういう文法です。もう一回、あなたが本当にその国に住まなければ、住んでみないとその国のことわからないですよ、ということ。日本のこともそうですね。日本はとてもいい国ですよと、例えばみんなが言った、話した、日本の食べ物美味しいですよと人からたくさん聞いた。でも本当に皆さんが日本で生活を、自分でその日本で住んで生活しないと、本当の日本はどういう国ですか？
本当にいい国ですか？本当にご飯おいしいですか？それはわからないですよね。そういうことです。この話です。ね、はい、そう、ご飯はですね、日本の食べ物は好きな人多いんですけど、甘いという人もいます。日本の食べ物甘いですっていう人もいるし、ちょっと醤油が多すぎるというのも聞いたことあるし、国によってですね、いろいろありますね、意見がね。面白いですね、あれはね。じゃあ皆さん、もう一個、さあ問題はまずこれで一回終わります、終了しますので頑張ってください。皆さん、あとちょっと、もう眠いですね。眠い人は明日でいいですよ、見るのね。あとちょっとだけどね、明日でいいですよ、本当に無理しないで。さあ行きましょう、順番です。で、分からなくても入れてください、答えを入れてください。アンドリューさん、ありがとうございます。スパチャをくださっている、ありがとうございます。節約なんですが、ありがとうございます、嬉しいです。はい、じゃあ私読みます、来ます。少子高齢化は重大な問題だ、ぬぬぬぬぬぬぬ言われているそうだ。はい、 A、 ある学者に、 B、 そんなことはないとも、 C、 よればだが。はい、これは一つ知ってると出せます、答え。ここよく見てください、こう丸が書いてありますね。おー、丸だ。ここで話が一回終わってます。はい、これ大事なことです。はい、いきます。これですね、最初を間違えるともう全部間違えてしまいますよね。いきます。最初はですね、これが入るのが D です。これが1です。だが、だがが1、だが、だが、はい、いきます。だが、はい、 A が2番、ある学者に、はい、よれば、そうです、よれば、そんなこともが答えです。これですね、そんなことも、あ、そんなことはないとも言われているそうだが答えです。そうです、はい、ちょっと難しかったですね。アンドリューさん、いっぱい挑戦してくれましたね。いいですね、ナイスファイトですね。 DACB、 DACB できたじゃないですか、いいじゃないですか、いいですよ。マッシュさんもできましたね、すごい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 。でもなんか本当っていう感じですね、皆さんね。ってね、これ 1? そうです、これ1なんです。ちょっと待ってください、これ 1B しっかり覚えてください。だがって何か、はい、だがは、だがはですね、あ、ちょっと待ってください、先に言わなきゃ。漢字の読み方からいきます。少子高齢化、これです。少子というのはこれです。少子は子供、子供が少なくなる。そして高齢化というのは年齢が高くなること。このか、さっきしましたね、何々になること、これ日本の問題です。今の日本、日本は子供が減ってます。そしておじいさんおばあさんがとてもとても増えてます。そのことを少子高齢化と言います。はい、これは大変な問題です。はい、若い人は少ないんです。はい、日本は弱くなります。弱い、働くことできる人が減りますから、良くないことですね。それは重大な問題、重大というのは重くて大変な大きな問題だ、そういうことです。はい、だが、はい、来ました、だが。だがはしかしとかでもの意味です。はい、ある学者によれば、学者は研究している人のことです、研究者のことです。
研究者によれば、これ大丈夫で、大丈夫ですね、よればはね、ある研究者が言うことを、それを、あ、言うことは、それはということ、あの人の話はということ、研究者の話は、そんなこともない。これ、そんなことはないの。そんなというのは、ここですね。少子高齢化は重大な問題だ。それじゃない。そんなことはない。少子高齢化は大きな問題じゃない。と、この人は言っています。いや、大丈夫ですよ。少子高齢化。大丈夫です。まだ日本は大丈夫です。チャンスがあります。何かあるんですね。アイディアがあるんですね。うん。そんなことはないとも、そういう意見もです。そのオピニオンも言われているそうです。言われています。これです。だから、ここのだがですね。だがが大事です。今日は大事。だがはこれ。だがは意味はしかし、but とかけれどもの意味です。でも、しかしとかけれどもよりもっと硬いです。フォーマルな言い方です。これ、だがってフォーマル。だから、これは X です。X、バツじゃなくて X。X、なんとかなんとか話し終わり。だが Y です。という時、これ意味はしかしの意味。はい。だから、試合で負けた。これ例ですね。試合で負けました。ゲームで負けた。丸ですね、丸、話終わり。だが、でも、この経験、エクスペリエンス、経験ができてよかった。次回頑張ろう。次の時頑張ろう。試合負けた。うまくいかなかった。失敗しました。でも、だけど、しかし、この経験は失敗したこと、負けたことは、よかったです。次頑張ります。その意味ですね。そう。だから、だがはこうやって使います。よいしょ、ないですよね。OK。だがの時、ここね、一回切れる。気をつけてください。で、皆さんがよく知ってるのは、だがない方ってですね、がーだけ。だから、もしこれががーだけだったら、試合で負けたが、この経験ができてよかったです。だーさよならね。だーさよならの時はこの丸もさよならです。試合で負けたが、点、この経験ができてよかったと使います。意味同じ。このがはしかしの意味ですね。そうそうそう。でもの意味ですよね。そう。だけどこれは、このだがで使う時は、これは接続詞。と言います。接続詞、コンジェクションズです。コンジェクション。はい。だからこうやってここで一回センテンスが切れます。はい。そう。そうですね。コンジェクションズ、この接続詞というこのしかしとかけれどもとかだがとか、もちろんそしてとか、そうですね、あるいはとか、ところが簡単ですね。もっとたくさんありますね。つまりとか、こういうの N2 も出ますよ。大事ですよ。そうだから、もしちょっとわかんないなって人は自分のね、語彙の本見てみてください。ちょっと復習しておいた方がいいかもしれませんね。はい、ということでここまででしたね。これかな、大丈夫ですか皆さん。納得できます。納得っていうのは、そうかって思ってくれるといいんですけどね。はい。で、順番だとこの後最後にコンテクストが出てきます。文章、コンテクストが書いてあって、そこに文法を入れる問題があります。でもこれは今日はしません。はい。ですので、このように疲れましたよね皆さん。私も説明してて、まあ、疲れました。喉もとても乾いた。はい。で、今問題2つしかしてないんですよ。でも本当の時はだいたい5個ぐらい出ます。文法はもっとですね、
こういうとこは5個出ますよ。こういうのも5個とかね。ものによっては7個の時もあります。これとか数多いですよね。そう、分布はね、まあ、10個とかねありますよね。10個10個ぐらい、ちょっと数が毎年変わちょっと変わるのではっきり言えないんですけど、まあ、10個10個ぐらい、10個10個5個とかかな、出るのでとっても疲れると思います。そしてその後読解が書いてあるんですね。どうでしょう皆さん、この後読解できますか？できる人は全然 OK、 そういう人もいます、もちろん。だけどうわダメだと思ったら、先に読解やった方がいいなって人は読解からやった方がいいかもしれないし、読解はあまりもうできないんです、もう前からできないからいいですと、ちょっと捨てます。でもその人だったら読解後でもいいと思うから、ちょっと自分でどうやってどこからしようかなっていうのを予定を立てておくといいかもしれないです。はい、ただ気をつけてほしいのはそうですね、よくあるのが読解の時に時間をいっぱい使ってしまうことです。はい、それは本当に気をつけてください。なのでこの問題は何分でする、ここはセクションは何分何分で、ここの30分経ったらもうここは終わりとかね、決めておく、それは大事です。はいね、そうそう、ただ大事、100点取らなくていいので、全部の中でそこが JLPT のいいところですから、そうですね、どうやってテストをやるか考える。で、今は2問、2つだったけど、もっとちゃんと見たければ JLPT のホームページ、 JLPT のホームページの中で問題がホームページに出てます、見れます。こういうサンプル問題というのがありますから、ちょっと見て、あ、どうしようってちょっと先に予定を立てておく、計画をしておくこともいいと思います。テスト前までにね、はい、やってみてください。で、このようにバーッとみんな頑張った後に聴解が待っています、リスニング問題が待っていますので、頑張ってください。そうね、元気になる食べ物をたくさん食べたりして、ぜひ頑張ってください。そう、はい、ということで、問題は以上ですね。もうね、時間も遅くなったし、皆さんも頑張ってると思いますので、もうやめましょうかね。で、すごいみんなメッセージありがとうございます。で、アンドリューさん、そう、時間の無駄をしないようにね。そうそうそうなんです、そう、本当に時間との戦いと言います。時間をどうやって使うかがすごくテクニックで大事になりますので、頑張ってください、ね、で、こんなに夜遅いのに聞いてくださってありがとうございます。で、知っているところ、知っている人も多いかと思うんですけど、私12月に読解リーディングの0円オンラインクラスを開きます。たくさん開きます。はい、ですので、私のなんだろう、私のこの今のビデオの下のとこに URL があります。私のクラスに入るっていうのがあります。で、そこからぜひジャンプしてクラス申し込みしてください。0円です。 Zoom で皆さん勉強しましょう、読解。ぜひ顔を見てね、話しましょう。今みんなねメッセージくださってるけど、顔わかんないし声も聞こえないし、やっぱりちょっと寂しいんです。寂しい私、だからね、やろうと思います。0円で皆さんにいっぱい来てほしいです。はい、でいっぱい話しましょう。で、読解クラス N1 クラス、読解クラス N2 クラス、 N3 クラスまで予定してます。で、もう一つはビジネスクラスです。ビジネスクラスを考えています。はい、日本語で仕事をする人、日本人と仕事をする人とか、E メールを日本語で書かなければいけない、読まなければいけない人とか、それか、日本で働いていて、技能実習生というの人がいるんですね。技能実習生の人、そういう人で日本語困ってるんですっていう人、もしいらっしゃったらちょっと教えてください。で、それビジネスクラスの0円クラスも開くので、そこにまず来てください、集まってください。で、
そこでね、どういうこと勉、どういう、どういうビジネスで、どういう日本語が必要か話してもらって、それで勉強始めます。はい。ですので、ビジネスは特にいろんなビジネスがあるので、どれを教えればいいか私はわからないので、ビジネスで必要な人はビジネスクラスぜひ来てくださいね。で、読解は読解クラスです。で、一回まずその読解クラスを一番多いクラス作ってみて、文法と語彙とかもやりたいな、勉強したいなって人がもしたくさんいたら、そっちのクラスも開きますので、ぜひ皆さん意見を教えてください。希望を、何がしたい、リクエストしてくださいね。はい。ということで、マチューさん読みました。終わっているところ来て失礼しました。お疲れ様です。いえいえ、終わって、そんなことないです。そんなことないです。いいんです、いいんです。いや、びっくりしてます。私、こんなにたくさん人来てるなんて。皆さん、どこにいるんですか、今。日本にいるのかな、違う国かなと思います。多分ヨーロッパとかね、時差が、タイムラグがありますからね。もしね、日本にいる人は、ぜひもうこれから寝て、しっかり授業、テストの時眠くならないように、準備してください。本当に、体にまず気をつけていってください。で、時計を本当に忘れないでください。時計、日本でする人は特に時計がないかもしれない。はい。じゃあ今日は終わりにしようと思います。さっき私これ見た方がいいですっていうビデオ、もし時間があったらいいですから見てみてくださいね。皆さん、本当にメッセージありがとうございました。思った以上に皆さんとお話できて嬉しかったですね。で、私にお金まで払ってくださった方も本当にありがとうございます。アンドリューさんですね。アンドリュースミスさん、ありがとうございます。ぜひぜひ、アンドリューさんも0円ズームクラス、ぜひ来てください。話しましょう。皆さん、そうですよ。はい、待ってますよ。はい。じゃあ、今日は終わります。皆さん、試験終わったら、どんな問題出ましたよとか、メッセージでいいですよ、ください。そう、よくあります。先生、私のビデオを見た感じが出ましたとか、実はすごい多く来ます、メッセージ。よかった、テスト出たんだーってね、あります。おおって、出るといいですね、何かね。はい。おお、アンドリューさんはアメリカにいるんですね。そっか、アメリカにいるんだ。今何時ですか。そっか。はい。じゃあ皆さん、本当に頑張ってください。ケイさんもありがとうございます。お疲れ様ですね。こちらこそです。勉強も大変ですからね、皆さん。勉強する方もね、教えるのも大変なんですけど 勉強する人、皆さんも大変ですよね。そう、本当に最後までありがとうございます。皆さん、本当に Zoom の読解クラス来てくださいね。で、読解クラス、ごめんなさい、今ホームページが、インターネットがバグっていてダメなんです。ホームページがダウンしてるので、明日皆さん、試験が終わった時くらいにホームページちゃんとオープンしてると思いますので、もう一回見てください。申し込んでください。ズームクラス来てください。はい。アメリカの人が来られるように、アメリカとかカナダとかの人が来られるように、朝の時間もしようと思ってます。朝10時ぐらいかな。あと夕方、日本の夕方。はい。ぜひぜひ来てください。待ってますよ。ね。アンドリューさん、今12時なんですね。昼の12時かな、多分。かな？そうですよね。全然違いますもんね。OK。皆さん頑張ってください。本当に。まだ時間ある人は、ぜひ私のビデオとか見て復習してくださいね。はい。じゃあ失礼します。本当にありがとうございました。試験頑張ってください。応援してます。連絡ください、皆さん。試験どうだったかね。はい。じゃあ失礼します。ありがとうございます。